クリアクリーンは顔から発売されているオーラルケア製品。1990年発売。1990年にカルー入れ歯磨き粉のブランドとして発売。2002年以降、サブブランドがいくつか登場しており、2種類の服装を配合したクリアクリーンプラス。その翌年の2003年には、美白系のクリアクリーンプラスホワイトニング。二千九年九月には、 クリアクリーンチェンジ二千十二年三月には史跡沈着予防効果を加えたクリアクリーン e x 二千十六年四月にはクリアクリーンプレミアムを発売した。コーミは当初現在のナチュラルミントのみであったが九百九十九年にエクストラクール二千一年に現在のフレッシュシトラスを追加したほか2 0 0年以降は定番フレーバーの他に不定期に 期間限定フレーバーも発売されており、クリアクリーンだけでも期間限定フレーバーを含めると31種類に上る。また、歯磨きだけでなく、1998年にはクリアクリーンデンタルブラシの製品名で歯ブラシを2004年にはクリアクリーンプラスデンタルリンスの製品名でデンタルリンスがラインナップされた。さらに別ブランドで発売されていた製品を クリアクリーンのサブブランドとして組み入れる例もあり、従来はチェックで発売されていた子供用歯ブラシをクリアクリーンに組み入れ、子供用歯磨きの子供クリアクリーンと一体化してクリアクリーンキッズとなる。さらに携帯用品のブランドであったシーズンもクリアクリーンに組み入れられ、クリアクリーンシーズンに解消したが、2013年7月のリニューアルで クリアクリーン携帯用となり、シーズンの名称がなくなった。2019年11月、マウスウォッシュ、クリアクリーンフルージュが発売された。本品はクリアクリーンのシリーズ品とはなるものの、専用ブランドサイトを設けるなど別ブランドとして扱われている。クリアクリーンプレミアムシリーズには、通常サイズの1.6倍となる 160g 入りの大容量が設定されている。 以前は一部店舗で発売されていたため、顔ホームページの製品情報には未掲載だったが、2020年3月のリニューアルを機にレギュラー化され、新たに掲載されるようになった。など、ありがとうございます。